一番聞きたくない話なのに、それでも聞き続けるのは、あなたに会えなくなるよりはまだ少しだけマシだから。私が聞きたかったのは、終電の時間でも好きな人の悪口でもなくて、せめて今日のために切った髪に気づいて似合ってるよって言って欲しかった。最初からあなたの幸せしか知道。